ドリームチェイサーです。今回はこちら秘密のココタマのグローブの神様ウケロウを紹介していきます。はい、こちらはウケウケ運、一緒にいると何でも上手にキャッチできるかもということで、こちらのキャラクターは結構前にグローブを大事にしていた男の子と一緒に登場した回がありましたね。こちらのキャラクター出ないのかなと思っていたら、2月のココタマの日のココタマとして発売されました。ウケロウはお調子者、情に熱い。ココンポイポイココタマ、バッチコイバッチコイバッチコイという元気なキャラクターになっています。尻尾の部分がグローブになっていますね。では開けていきましょう。はい、ウケロウはグローブなので茶色かなと思ったら、帽子のつばのところのオレンジの色でしたね。はい、ではまずはいつも通り契約書から見ていきましょう。ココタマ契約書、人間の名前を書くところとグローブの神様ウケロウと書いてますね。ボールのハンコがついています。秘密の約束、契約を結んだココタマは人間の願い事を叶えるお手伝いをしなければならない。人間はココタマの秘密を守り、ココタマのお世話をしなければならないと書かれていて、願い事を書く欄が下にあります。はい、ではウケロウを見ていきましょう。にっこりした感じのお目目が可愛い、ちょっと関西風な感じのココタマですね。坊主頭みたいなこの可愛い髪型もいいなと思います。野球のベースみたいな耳がついていて、尻尾にはグローブみたいな尻尾がついてますね。はい、お腹のところにはこちらの契約書の真ん中にあったマークと同じボールのマークがついています。はい、前歯がちょこっと出てて可愛いですね。この部分はいつも通り、おもちゃとかで遊ぶときに固定できるように穴が開いています。はい、隠れ玉はこんな感じのオレンジの隠れ玉になっていて、結構はっきり色ですね。ラキ玉のオレンジともまた違う感じのちょっと濃いめのオレンジです。開けてみると中にはいつも通り柄が入っていて、じゃあここの中にウケロウ入れてみましょう。はい、これでポンポンパカッと割ることができます。はい、ちらっと見える感じ、ウケロウは結構すぐ分かりますね。この特徴的な目がちらっと見えると分かるんじゃないかなと思います。ちょっと揺らすとボールのマークも見えたりして、かくれんぼするにはすごく分かりやすいかな。はい、たくさんココタマも揃ってきたので、そろそろココタマかくれんぼしてみようと思います。楽しみにしていてください。はい、というわけで今回は秘密のココタマグローブの神様ウケロウを紹介しました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。